はいどうもお疲れ様です。皆さん FX オリガルヒそして速稼塾限定動画をご覧の皆様ですけども、今週は苦労しましたね。10月20日金曜日朝6時の相場解説なんですけども、今週はボラティリティがすごくちっちゃくってですね、利益を取るポイントがほとんど見出せませんでした。だもんで15分に火曜日あたりからシフトして、そしてレバレッジをかけて調整することによって、それでもね、なんとか突破口を見つけ出そうと皆さんには放送を続けてまいりましたが、結論ね、1時間軸で普段トレードしている方が15分に行くのは得策じゃないと思います。それは一つにはランダムウォークに触れていってファンダメンタルとかテクニカルが効きにくくなるからなんですよ。つまりギャンブルになってくるってことなんですよ。で、投資ってのは長期であればあるほど利益が取りやすいんですけども、ただね FX に関しましては長期になればなっただけいいってもんではなくて、やっぱりテクニカルが十分使えるからこそ短期投資のそのメリットが生きてくるわけなんですよね。そのバランスが最もいいのが1時間ということなんですよ。で、1時間が使えない時とか1時間をもしね卒業した時っていうのは、どちらかというと1週間の方に、長期の方に考えを移した方がいいんですが、ただ今回は15分っていうのとかね、5分とか1分っていうのがいかに役に立たないのかってことですねお伝えできたんではなかろうかと思っております。さあ、その中で今日は何をすればいいんでしょうかってことですけども、今日はラストチャンスがあります。ボラティリティの小さな中でそれでもね材料が働く瞬間ってのがこの後出てくるんですよ。だからその材料が終わった後に、相場がもし動くようだったらそれに合わせて、利幅をね取っていきましょうってことになります。日足はご覧のようにほとんど動かないまんま、昨日も一昨日もほらね、短い陰線も陽線も形作られてますよね。これじゃあなかなか利益は望めません。そして150円の心理的な壁、もっと言うと149円900に心理的な壁が存在しております。ですので上昇トレンド中でありながら上に行きにくいっていうね、非常にボラティリティがちっちゃくなってもしょうがないような要素をはらんでるわけですよ。次が4時間なんですけども、動きがほとんどないでしょ。ちょっとずつちょっとずつじわじわと上とか下に移ってますけども、こういう風な動きだともうね利幅を取るそのテクニカルの効く要素ってのがほとんどないんですよ。ですんで15分っていう限られた時間の中でいろいろ試してきたわけなんですけども、苦戦しましたよね。全体的には上昇トレンドでしょ。でもね、この4時間っていうのもそれから日足っていうのも全体的には上昇トレンドなんですよ。しかし、149円の900あたりにこういった抵抗があるんですよね。これはね投資家さんの心理的な壁ですよ。これ以上上がると介入が入るかもしれない、口先介入で下下げ圧力が働くかもしれないっていうね、そういうふうな精神的な圧力ですね。で、最後1時間なんですけども、こちらの方をご覧いただいたら例えばねレンジを引くとするじゃないですか。こういうふうにでピップスがどのぐらいあるかってことなんですよ。20ピップスもないわけですよ。かといってブレイクする幅が取れるかっていうと、上にはブレイクの幅が取りにくい、下にブレイクするかっていうと下下げ圧力はもともとないんで、ブレイクしてもねせいぜいこのぐらいなんですよね。このぐらいとかね、ちょっとこれではねポジションを持つリスクは負えないかなっていうところです。で、今日はどうするのかってことなんですけども、今日はね8時50分にこういったものがあります。 CPI です。これによってもしね1時間軸に動きが見られるようなら、それに対応する形で利幅を取っていくことができますんで、今日はそれを狙いましょうってことになります。はい、それでは以上です。また FX オリガルヒの方は追加放送をお待ちください。